皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日はですね、40代以降の方が、気をつけるべき、メイクの美容のポイントというのをですね、お話ししていこうかなというふうに思っております。私自身も40代ということで、それぐらいのお年頃から、いろいろ肌悩み、特有の肌悩みが出てくると思います。ですから、それぐらいの世代の方たちに多いあるあるとか、私のもとに届くこうご相談とかぼやきとか、ちょっとこうアドバイスをしたいなって思う人たちが多いんですよ。もう一言言わせていただきたいなということを、集めましたので、最後までよろしくということで、一つ目は鏡の距離が近い。鏡は遠ざけてメイクをするべし。肌悩みがいろいろ出てきますので、ついつい鏡を近くしてですね、ここもシミがあれが消えないなんていう感じで、ものすごい至近距離でね、メイクを進めていっている方が多いような気がします。こんなに近くでね、人に見られることはございません。鏡の中に自分のお顔全部を入れた状態で、ですからこれぐらいの距離になると思うんですけども、これぐらいの距離でずっと最後までね、メイクは進行していただきたい。もちろんちょっと見えないところを近づけることもあると思いますけれども、あ、いけない、近づいてるって思ったら引いて、全体を見てバランスをっていう感じで、この距離で見ると、ここの一本もここの一本もこんなことが気になって、もうほんとドツボにはまって、メイクってうまくいかないんですよ。この距離で感じられる、何か違いや気になることを合わせていくぐらいにしてくださいね。引いた状態でメイクをする、まずはこちらをお伝えしました。次はパーツメイクが消極的、もっと大胆にすべし。40代以降になってきますと、顔が間延びして見える、なんかフェイスラインがね、下がって顔が大きくなったとか、なんか目が小粒で全然こう目力が出なくて乏しい印象になるなどという、ちょっとぼやけて見えるみたいなメイク悩みって結構出てくると思うんですね。皆さんそういったお悩みをおっしゃる割に、アイラインは本当にちょっとだけ引いたか引いてないか分かんない。そしてリップも自分の唇のところにちょっとだけなんとなく薄くのせているだけ。つまりもっとこのぼやけてくる顔に対して、パーツメイクっていうのは大胆に行わないと、印象としてハッとさせられない、元気に見せる、はつらつと生き生きと見せたい、そうするにはね、皆さんのメイクはねちょっとね消極的だなと思いますね。アイラインももう 2,3 ミリ長くてもいいんじゃないかなって思う人が多いし、リップだって自分の形通りではやっぱりこの辺がぼやけますよ。もっとリップライナーで唇を少し大きめにして、それから好きな口紅を塗ったりとかですね、チークもね、やってるんだかやってないんだか分からない、もやーっとした感じでね、ちょっと弱いなっていう風に思います。私もアイラインパチッと入れてますよね。いつもリップもきちっと大きめに取ってるし、ちゃんと笑ったり怒ったり変な顔したりする自分の表情の中に埋もれないように、ちゃんとメイクとして見せつけていこうっていう意識を持って大胆にやってるんですよ。だから効果のあることをやらないとメイクじゃないじゃん。でも皆さんがやってるメイクは効果としてちゃんと発揮できてますかっていう質問です。メイクは効果をなして、ちゃんとそのメイク感として見て取れてこそメイクだからさ、よろしくお願いしますよ。若返りしたければ薄めにすべし。大好評いただいている動画、若返り眉のことを言っています。しっかりと眉を描いて顔を引き締めていこう。ぼやけるからないしね、とにかくないところを取り戻すぞということで、しっかりしっかりと眉を描いてしまう人が多いように思います。ですが一回その気持ちを取っ払ってですね、動画のように、眉毛を薄くするというメイクですね、もちろん私も投じていますけれども、これをやってみると本当にびっくりするぐらい若返ります。自分が身をもって体験して、やっぱりね、なんかそっちの方が褒められるんだよねっていうことで、これまで思っていた固定概念、ないから書く、大人だからきちんと見せるためにきちんと書く、そこのね、考え方一回やめていただいて、嘘だ嘘でしょって思いながらも、ちょっと騙されたと思って、動画の通りに薄眉をやってみてください。絶対周りの人から褒められるし、若返ります。チークの
の役割は血色を与えて健康的に見せることです。何色でもいいから入れてくれさえすればそれだけで健康的に見えますし、あと何といってもいい人に見えます。でこの大人世代がですね、優しく見えるってすごい大事じゃない？ってうなずいてる方いると思うんですけれども、何もしてないのになんかきつそうに見えるとか怒ってるように見えるとか、あと具合悪そうに見えるとか、別に普通にしてるだけなのになんかそういう風に言われちゃうことっていうのがあるんですよね、40代以降になってくると。そこにそのチークというですね、魔法をですねちょっと刺しておけばですね、いい人に見えて元気に見えて優しく見える、本当にこれって素晴らしい、アイテムなんです。血色というのはリップでも補えますから、じゃあリップ塗ればいいんじゃないって思うかもしれないけれども、これがねやっぱり違うんですね。顔の正面、肌色に、やっぱり血色を灯すということがとにかく大人には有効になってきますので、もうチークはベースメイクだからね、肌作りの一環として大人世代は必ず入れていただきたいと思います。もうとにかく保湿をすべし。はい、いろんな肌悩みがあって、いろんなコスメがあって、スキンケアがあって、いろんなことをやりたいと思うんです。私もやってますけれども、何を一番大切にしていますかと言われたら、もうそれは保湿です。保湿だけです。はい、美白もなんかリンクルケアもいろいろ、まあ、やったりもするし、もちろん好きなんだけれども、保湿さえしてあればとにかく肌っていうのはもう若々しく、そしていい感じにとにかくなるから、何はともあれ常に保湿。しかもそのちょっと今日乾いちゃったとか、今乾いてるとか、そういう時間は一切ないようにしていただきたいと思います。これも前言ってますけれども、ほらミスト、ミルクミストだったりオイルのミストだったり、ちょっとシーズンに合わせてそういったミストを自分の見えるところに置いておいて、ちょっと乾燥したかもしたかもっていうことが防げます。毎日の使う、まあ、そのアイテム、ね、いろいろこだわりたいところですけれども、いつもの大好きな化粧水でいいから、皆さんの、使ってる量の2倍は使ってほしいと思っていますし、常に乾燥させない、保湿された状態で24時間365日過ごすということを意識してください。肌にも髪にもツヤを宿すべし。当然ですけれども、大人になっていきますとやっぱりね、皮脂量っていうのは随分低下していきますし、どうしても肌が乾燥傾向に、向いていきますよね。そしてツヤ肌ファンデーションなどというものを買って使っているのに、なんかそのツヤの表現が自分で、できていなかったりという感じで、どうしてもそのねツヤを持続させたり維持させるっていうことが難しくなってきます。潤った肌状態をキープしつつ、そしてメイクの時にも最後の最後ちゃんとツヤが宿されているかっていうチェックをしてですね、で日中もその保湿のチェックをして、一日中常にどこかしらやっぱり肌にツヤが宿っていること、これがとっても重要になってくると思います。まあマット肌とかって結構トレンドみたいに出てくることもありますが、まあ大人世代はもうとにかくツヤ一択っていう感じで、一年中ツヤ肌っていうのをまあ意識してもらっていいんじゃないかなっていうふうに思います。また肌だけでなく髪に、ツヤがあるということも実は重要なんですよね。これね結構ね、自分のことは分かんないんだけど人のことって結構分かりません？なんか光に当たった時とか、お顔はすっごく若々しいのになんか髪がちょっと残念、そういった方は大体やっぱり乾燥感ツヤがないなという印象を受けます。お顔とともにやっぱり広い面積を持って人の目に飛び込んでくる部分、それが髪になりますので、何か必要であれば施す、そして日頃からやっぱり髪への意識というのも向けてケアしてほしいと思います。最後は、何歳だからやっちゃダメって決めつけない。はい、これはねよく来るコメントとかね来るんですけれども、はい、すごくそう分かるんですよ。40何歳なんですけれどもこのコスメ使っていいんですか、50何歳なんですけれどもこのアイメイクやってもいいんですか、その心理はちょっと多分その自分の年齢に対してこうやっていいのかな、その痛くなっちゃうんじゃないかとか失敗しちゃうんじゃないかとか、なんかそういうのが多分働いて聞いてくださるのかもしれないんですけれども、まずそういったですね制限を設けてしまうというのはやめていただきたいなと思いますし、メイクを上達したいのであればやっぱりね、その何歳だから何っていうのは
考えない方がいい、絶対的に。やりたいな、やれそうって思ったものね、そう思った気持ちに、でも私何歳なんだけどっていう、こうブロックかけちゃう、制限かけちゃうってね、すごくね、もったいないよ。上手になるそのね、可能性をちょっと邪魔してるんじゃないかなって思います。やってみて、それで自分らしくなかったらやめるっていうのはどうですか？うん、やっちゃいけないっていうことは何一つないと思うんですね。使っちゃいけない色、着てはいけない服、そういうのはありませんよね。普段から YouTube ではどなたがやっていただいてもその人らしく素敵になるであろうというところを、おすすめしているというのもありますので、まあ、長いのチャンネルでおすすめされたことはもう信じてやってくださいというところはありますね。まあ、私自身が40代ですから、私が自分にやってみて、できるな、いいな、効果があるなと思ったことを発信していますので、ついてきてほしいと思います。ということで、まあ、今回はちょっとね、なんか忠告じゃないけど、そんな風な感じでいろいろ言ってはしまいましたが、やっぱりね、聞いていてハッとすること、あ、そうかもって思った方やっぱり多いんじゃないかなって思うんです。ですから、まあ、今回のアドバイス、まず一つでもいいです、そうかもなって思ったこととか気になったことを自分に、やってみてください。きっとね、何か感じるところがあると思うので、まず1個でもいいからやってみてほしいというのと、いろいろ肌悩みも出てきますけれども、もう本当にワクワクするねコスメがあって、いろいろ本当に美容楽しいですので、前向きに皆さん一緒に楽しんでいきましょう。はい、レッツゴー。ということで、今回の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いいたします。コメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではさようなら。